ロータスエスプリ。エスプリ。エスプリは、英国のロータスが生産していた、スポーツカーである。ロータスが、ライトウェイトスポーツから、スーパースポーツ路線へ変更したモデルである。コーリン・チャップマンは1970年代前半に、ロータスエリートを主力としていて、売り上げ不振に陥ったことから、景気変動の影響を受けにくい、上級市場を目指すようになり、1970年に、 ロータスシリアルナンバー79、プロジェクトナン、no. バー M70 をスタートさせた。1971年ジュネーブショーでコーリン・チャップマンはジョルジェット・ジュージアーロと知り合い、デザイナーとして迎えることになった。ジョルジェット・ジュージアーロ率いるイタルデザインは1972年11月にコンセプトモデルを発表した。 フロントウィンドシールドにまで平面ガラスを用いたスタイリングはまさにジュージアーロのマコッチョである。この時点ではマセラティの車種に乗っていたがその後ジョルジェットジュージアーロから研究用にロータスヨーロッパのコンポーネントを提供するよう要請があった。しかしロータスはロータスヨーロッパでなく16バルブの907型エンジン搭載を前提とした車種を送付した。 これを元に描かれたスケッチを見て、コーリン・チャップマンは即座量産化へ合作員を出し、1975年9月にプロトタイプが完成した。1975年10月にはほぼ生産型に近い形でロータスヨーロッパの後継者としてパリサロンに発表され、最もエキサイティングで魅力的な 市販のイギリスのスポーツカーとしては、ジャガーイープ以来のものと絶賛された。1976年の初代モデルから2004年の最終モデル V8 アニバーサリー生産終了まで28年間にわたり1万台以上が生産された。1976年に初代モデルが発売された。S1 は後に S2 が発表されて遡り故障されるようになった。 もので、この時点では特に故障はない。タイプナンバー79、プロジェクトナ、no. ンバー AM70。コンセプトモデルでは、アルミニウム製であったボディは、エラン以降のロータス車と同様に、FRP ボディに変更された。この変更に合わせて、スタイリングも、同時期の同じ至るデザイン作品のマラティブーメランで、発表されていたエッジを強調する、細部モチーフを組んで変更を受けている。 ロータスの FRP 成形といえば、トヨタともパテント契約したロータス特許のシンクル吸引成形法ばり有名だが、エスプリのボディに同性法が採用されるのは1988年のニューシェイプ以降であり、この当時のエスプリのボディはハンドレイアップで成形されている。そのため樹脂硬化時の村によるボディ面の歪みが大きく、また個体重量差は 100kg 近くもあった。 後半を溶接したバックボーンフレームにミッドに搭載されるエンジンは元、BRM のエンジニアであったトニーラッドが開発しすでにエリートで使用されていた907型エンジンでシリンダーを45度倒したロータス自制の内径ファイ 95.28mm、工程 69.10mm で 1971cc 水冷直列4気筒 DOHC である。 160HP,6200RPM,19.4KgM,4900RPM。トランスミッションはちょうど製造中止となって、シトロエンが長期間供給することを約束した、シトロエン SM 用5足 MT を使えることになった。シフトリンケージも SM 用を流用し、コストは高くなったもののミッドシップ車としては異例に良い、完食となった。 メーターはベリア製。ステアリングはロータスエリートから流用されたノンパワーのラックピニオン。フロントサスペンションはオペルアスコナから流用したダブルインシューン。リアはトレーリングアーム。ブレーキはオペルアスコナから流用し、ロータス初となった四輪ディスクでサーボ付き。当初前輪 6J14 プラス195、60HR14 19。60 後輪 7J14 プラス 2570HR14 であったが、その後前輪 6J14 プラス205、20 60VR14、後輪 7J14 プラス205、20 70VR14 に変更された。アメリカを主市場として想定していたため安全性にも気を配り、助手席にはスカットルブで左右を頑強なビームで結び、それに複雑な断面を持った。 ジュラルミンバリアがマウントされている。エンジンベート操縦席の仕切りには防音性にも優れる、船舶用 19mm 厚プライウッドパネルが使用された。これらにより、新世代のリアルスポーツとして人気を得、生産台数は994台。1978年にはマイナーチェンジを受けた S2 が登場した。外観上の変更点は、 フロントスポイラーの追加、サイドシルのブラックペイントか、エンジン冷却のためリアクォーターにエアインテークを追加、スピードライン製ホイールが冷却性を向上した4本ポークに変更され、フロント 7J、リア 7.5J に幅広か、リアライトに大型であるローバー3500用を採用等である。インテリアもより豪華になり、スイッチはロッカーアームからスライド式に変更されて、 数が増え、エアコンがオプション設定され、シート形状が若干変更されて、このリーレザー仕様をオプション選択できるようになった。エンジンのオーバーヒートに対応するため、リアホイールハウスにファンが追加され、サイレンサーとテールパイプがアルミニウム製になったが、エンジン自体に大きな変更はない。イギリス国内のみの限定車として、 1978年の F1 世界選手権でコンストラクターズチャンピオン獲得を記念する JPS カラーの限定車が100台存在する。これを含め1980年1月までに980台が生産された。1980年3月ジュネーブ城にてターボエスプリが正式に発表された。タイプナンバーは82、プロジェクトナンバーは M72、にわずかに車高が上げられて、バンパー高さ規制をクリアし、アメリカへも輸出販売することができるようになった。最初の100台は、当時の F1 チームロータスのメインスポンサー、SX のカラーリングをまとった限定モデルとして登場した。1981年4月から市販された量産モデルとは、リアバンパーにロートのモールドがない。 リアクウォーターにエアインテークが内藤細部で異なる。エンジンは910型で、内径ファイ 95.28mm 工程 76.20mm で 2173cc。デロルト製40ドラツインキャブレター、ギャレットエアリサーチ、現、アライドシグナル製、T3 型ターボチャージャーを、備え圧縮比7.5で 210hp。 6000rpm 27.6kgm 4000rpm トランスミッションは引き続き SM 用を流用するが最終減速比が低くされているブレーキはフロントのディスク系が10.5インに拡大されたホイールはマール BBS 製で前輪は 7J195 60VR15 後輪は235 60VR15 同時期にプロジェクトナンバー M71 として、V 型8気筒エンジン搭載モデルも開発されて、いたが、重量がかさんでしまうことから市販化は見送られた。1986年に発表された1987年型から、キャレット製 T3 型ターボチャージャーに、水冷式のインタークーラーが組み合わされ、圧縮比8.0、215HP、6000RPM。 30.5kgm 4250rpm を発揮する 910s 型エンジンとなった。1980年5月エンジンが912型に変更された。エスプリターボの910型エンジンからターボを取ったような構成で、内径ファイ 95.28mm 固定 76.20mm で 2173cc。 圧縮比9.4で 163hp、6500rpm、23.0kgm、5000rpm。日本にも欧州仕様と共通のデロルト製、ドラ 45e のツインキャブが輸入された。1981年4月ターボエスプリの車種に、ノンターボの912型エンジンを積んだ S3 が発表された。タイプナンバーは85となった。 CD 値は0 4 1ジ,ジアーロがデザインした中では最も熟成され、完成度が高いエスプリとなった。1986年に発表された1987年型から圧縮比10.9、172HP、6500rpm、2.5kgm、5000rpm の 912S 型エンジンに変更された。 1987年アキロンドンショーで HC とターボ HC が発表された。デザインは大きく変更されたが、メカニズムの根幹に変更はなかったためタイプナンバーは、引き続き、ノンターボが85、ターボが82。それまでの中鉄製、シリンダーライナーを2カッシルコーティングを施した、マーレ社製のアルミ製部品に変更し、燃焼室内の冷却工場により圧縮を高める、 ことに成功。エンジンは、ノンターボが 912S 型で、圧縮比10.9、172HP、6500RPM、22.5KgM、5000RPM、ギャレット製、T3 型ターボチャージャーに、水冷式のインタークーラーが組み合わされた 910S 型となり、圧比8.0、215HP、6000RPM、 30.5kgm 4250rpm hc ハイコンプレッションの略として売り出したが実際には1986年に発表された1987年型から変更済みであったそれまで中鉄ライナーとアルミブロックの熱膨張差を吸収するために設けられていた大きな霊感軸リアランスが解消し始動直後のディーゼルエンジンのような振動騒音が 抑えられた。従来の字アーロデザインに比べやや丸みを帯びたニューシェイプと呼ばれるボディはロータスのピーター・スティーブンスによるものであり CD 値がノンターボで0.36ターボで0.35に向上したまた真空吸引成型バリの採用によりスチールプレス性と遜色のない滑らかなボディが実現しているトランスミッションは 構造変更認可が困難な北アメリカ仕様を除き、アルピーヌ V6 ターボ用5速 MT に刷新された。HC、ターボ HC 発売後すぐに、ボッシュ系ジェトロニックを装備した、ハクッピーが追加された。230HP、6500RPM、30.1KGM、4000RPM。なおこの後最終型を除き、テールランプは、 トヨタの AE86 レビンから流用した。最終型では、エリーゼと共通の丸型テールランプへ変更されている。1990年モデルで追加された、電子制御マルチポイント燃料噴射装置を装備し 265HP 6500RPM、36.0KGM 3900RPM。 スポーツ300発売までトップモデルであり、1993年まで販売されていた。1992年のバーミンガム賞で発表された、エスプリベースのイムサ用レーサー、X180 をベースに開発された、ホモロゲーションモデルで、従来の直列4気筒2.2リットルをベースとしながら 302HP、6500RPM 38.、38.9KgM。 3900rpm を出した。車両重量は 1215kg。1993年のルマン24時間レースにも、出場、決勝では、熱対策のためにマイフードを外して走っていた。1993年のジュネーブ賞で発表された26、265hp、6500rpm 36.、36.1kgm。 3900rpm。内外装とも変更を受け、特にリアスポイラーの形状変更と17インホイールが目立つ。エスプリとしては初めてパワーステアリングを標準装備した。1996年4気筒とは別系統として3.5リットル V 型8気筒ツインターボエンジンを搭載した V8 が登場。最高出力 350PS を発揮した。 ラグジュアリーモデルは SE、スポーツモデルは GT となる。その後、4気筒モデルは S4、GT3 と8気筒モデルは GT350、アニバーサリーと進化を遂げながら併売され、ファイナルランエディションを最後に2004年に生産終了となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。